マジかよこいつ。頼むぞ。やってるわ。はあ、もうええって。よし、猫マシン行け。うおーい、何やっとんねん。もうやめよ。はい、俺のバリアブレーカーじゃないと割れません。持ってないんやろ。対策不足です。いや持ってんかい、雑魚どもめ。俺様は最強、クリティカルで蹴散らします。いやお前おるんかい。俺は黒色属性の強みである効果力と速い攻撃速度で相手を潰せるんや。今日もボコボコにしたるわ。あ、終わった。未来編の背景の地図で何これって思うところを発見したのでご紹介。日本の形に注目。いや日本細すぎやろ。見なさすぎて住むとこないかな。本土よりも沖縄の方が太いやんけ。もうちょっと太らしてやってくれ。おお、めっちゃ縛られてるな。ってことは進化するともっと縛られてるよな。ってことは進化したらもっと縛られるってことか。なんでやねん。怖い顔したキャラやな。ってことは進化したらもっと顔怖なるってことか。なんでやねん。女キャラ進化すると、女キャラさらに進化すると、なんでやねん。フェンシングしてる、剣道してる、なんでやねん。幽霊が透明になって、なんでやねん。僕気になったことがあるんですよ。この猫葉っぱっていうキャラは攻撃の瞬間に葉っぱが落下してしまうんです。この葉っぱの奥に何が隠されてるか気になってしまいました。ということで攻撃の瞬間をスロー再生してお股の中を見ていきたいと思います。それでは早速スロー再生していきます。はい、スロー再生しました。大きく振りかぶって、もうちょいで来るで来るで、お股の中見えるで。いや見えへんのかい。猫アイスクイーンの何これって思うところを発見したのでご紹介。猫アイスクイーンの体に注目。いや氷冷たくて震えてるかな。勝手に氷操ってるから寒さに強いと思ってたわ。てかお前が本体なんかい。ややこしいことするな。はい、猫と飼い主です。今回なんですけど、にゃんこ大戦争をダウンロードしてすぐのチュートリアルの長崎県で負けたらどうなるのか検証していきたいと思います。それでは早速長崎県で負けていきたいと思います。ここからは負けるまで待つだけなので早送りしていきます。この新しいアカウントもサブアカとして進めていって、ちょくちょく動画に出していきたいと思います。端末は iPad 使ってるんで横に隙間できちゃってると思うんですけど、まあこれからどうにかします。はい、もうすぐ負けそうですね。敗北しました。で問題はこっからどうなるかなんですけど、何も出ないということでタップすると、検証結果タイトルに戻るでした。
はい、猫と飼い主です。今回なんですけど、ゴロニャーンが攻撃する瞬間をスロー再生してみたいと思います。あと逆再生もしていきます。それではやっていきましょう。はい、スローにしました。ぶつかって、あー、もろい。はい、逆再生。おー、はい、復活。あー、かわいい。はい、猫と飼い主です。今回なんですけど、神様だけを使ってブンブン先生を倒していきたいと思います。どうやって神様だけでブンブン先生を倒すかというと、これ、神の怒り、ニャンコ砲の3倍の威力を持った神の怒りが全てのキャラに降り注ぐということで、これをブンブン先生が倒れるまで使っていきたいと思います。一応なんですけど、お宝は全て集まった状態になってます。で、ニャンコ砲のレベルが攻撃力レベル9プラス10、射程レベル10、チャージがレベル20のプラス10になってます。それではブンブン先生が出るまで早送り。はい、ブンブン先生来ましたね。ここでちょっと猫ライオンが攻撃しちゃってるんですけど、許してください。ほんまにすいません。見逃してください。はい、ということで神様の神の怒り使っていきたいと思います。一体神の怒りを何回使えばブンブン先生を倒せるのか楽しみですね。皆さんも何回で倒せるか予想して見てみてください。それでは早送りスタート。長いからさらに加速。長すぎるからもっと加速。めちゃくちゃどうでもいいんですけど、実はこれ撮るの2回目で、1回目撮った時のデータ半分消えてて、ガン内してます。はい、倒しました。結果発表。猫缶返せ。めっちゃ可愛い。お姉さん感がかなりいい。メガネかけてる女の子最高。一緒に海行きたい。猫耳が可愛すぎる。ちょっと剣士見えてるのがまたいい。一緒にプールで遊びたい。鬼美人。攻撃食らってるのに大丈夫ですよ感出してる顔が最高。ナイトプール一緒に行きたい。あー、かわいい。骨みたいなガリガリボディに吸い込まれそうな瞳が最高。この子と行きたいところはない。猫と飼い主はサバカもやっているフラッシュ。チャンネル登録高評価よろしく。